ロプノール、ロプノールあるいはロブノールは中央アジアタリム盆地のタクラマカン砂漠北東部にかつて存在した塩湖で彷徨える湖として知られている。この湖があったのは現在の中国新疆ウイグル自治区バインゴリンモンゴル自治州チャルクリ陸県であり隣接するロプノール県ではない。タリム盆地はヒマラヤ造山運動に伴って形成された。 地形であり、今からおよそ2万年前の最後の表記から、現在の間表記へと移り変わる頃には、盆地のほぼ全域がカスピ海のような極めて広大な湖とったが、その後気候が温暖化するにつれて、次第に水が失われ、大部分が砂漠になったと考えられている。この説に従うなら、ロプノールなどタリム盆地に散在する故障は、 その湖の最後の名残ということになる。ロプノールにはタリム盆地を取り囲む山脈の雪解け水を集めるタリム川、正確にはタリム川の分流が流れ込むが、湖から流れ出る川はない。つまり、ロプノールは内陸河川であるタリム川の末端湖の一つであり、湖水は強い日差しで蒸発するか地中に浸透して、消えていくため、次第に塩分が蓄積して塩湖となった。 紀元前1世紀の頃にはまだ大きな湖であったという記録が残されているが、4世紀前後に干上がったと見られている。1901年に中央アジア探検家によって、ロップノールの周辺地域は標高差がわずかしかなく、体積や侵食作用などによってタリム川の流路が大きく変動するために湖の位置が南北に移動するのだ。 ロプノールはいつかきっと元の位置に戻ってくるとする、彷徨える湖説が提示され、それからわずか20年後の1921年に、予言通り、タリム川の流れが変わって、湖が復活したことから広く知られるようになった。復活後は、上流の天山山脈などの降雪降雨量によって、流れ込む水量が変わるため、象徴を繰り返しながらも20世紀半ばまでは水を、 たたえていた。しかし、タリム川にダムが建設されたことなどもあって、現在は、再び完全に干上がっている。衛星画像では乾いた故障が、人間の耳のような形に見え、故心をかすめるように、衝動235号線が貫いている。古来中国で最域と呼ばれる地域にある、ロプノールは、塩沢あるいは、川の商会などという名で知られ、紀元前一世紀頃の間の時代には、 中央ともに三百里の観光で、冬も夏も水量が変わらないと、観所災域伝書に記された広大な湖であった。西岸には、都市国家、ローランが栄え、シルクロードの要衝となっていた。しかし、三世紀頃からこの地域一帯の乾燥化が進んだと見られており、豊富な水を失ったローランは四世紀以降急速に衰退していった。このため、シルクロードの、いわゆる、 オアシスの道も、ローランを経由するルートは、往来が困難になり、唐の時代までには遁行、または少し手前の安政から、北上、精神して、トルファンを通り、天山山無薬南陸のコルラへ出るルートが中心となった。こうして、ローラントロップノールはいつしか流砂の中に消えてゆき、ついにはどこにあったのかもわからない、伝説上の存在となった。13世紀に元の唐を訪れた。 ベネツヤの商人マルコ・ポーロは、カシュガルから西域南道をたどり、湖の水をかすめるルートで、トンコーに達したとされているが、東方見聞録の中で、ロプノールには全く言及していない。1876年から1877年にかけて、内陸アジアの冒険旅行を観光したロシア軍大佐、ニコライ・プルジバリスキーは、タリム川の下流が、 南東内し南に向かって流れており、砂漠の南部にカラブランとカラコシュンという二つの湖を形成しているのを発見した。これらの湖は中国の古文書などから推定されるロプノールの位置より緯度にしておよそ一度南にあったブルジェバリスキーはこれがロプノールであると主張した。この発見を称賛する声がある一方、シルクロードという呼称を最初に提唱した。 ドイツの地理学者リヒトホーフェンは、これらが淡水湖であることから、まだ生まれて間もない新しい湖に違いなく、潮湖であるとされる、ロプノールは、タリム川の東へ向かう支流の先にあるはずだから、どこかで支流を見落としたのだろうと指摘した。しかし、川を渡るのは、いつも、苦労の種だったから、もしそのような支流があれば見逃すはずがないと、ブルジェバリスキーは反論し、決着はつかなかった。 リヒト方ンの弟子で、スウェーデンの地理学者、中央アジア探検家であったスベン・ヘディンは、19世紀末から20世紀初頭にかけてこの一帯を倒査し、1900年にカラコシュンの遥か北方で、ローランの遺跡を発見した。その北側には、クルクダリや乾いた川と呼ばれる、東西方向に伸びる、干上がった川床が存在することも知られていたことから、ヘディンは、 タリム川がかつてはこの川床を東に向かって流れており、ローランの東から南にかけて広がっている低地に注いでいたに違いないと考え、これこそがロプノールであると確信した。綿密な調査の結果、カラコシュンは流入するデードや繁茂する植物の残骸などの沈石によって次第に浅くなっていき、一方干上がっているロプノールは、 強い東北東の風による風色で氷土が削られ、標高が下がり、やがて高低差が逆転すると、タリム川が再び流れを変えて、かつてのロプノールに戻るはずだとヘリンは考えた。およそ1600年前には、その反対の現象が起こって、ロプノールは日上がり、砂漠の南に新たな湖が生まれたに違いない。つまり、この一帯は、標高差がわずかしかないため、 末端湖や川床に対する体積や侵食の作用によってタリム川の流路がある期間を経て大きく変化し湖の位置が移動するのだとする学説を打ち立てロプノールをさまよえる湖と呼んだのである。1928年トルファンに滞在していたヘディンはこの地の商人から1921年にタリム川が東に向かって流れを変えたという話を聞いた。 当時の中国国内の複雑な事情ですぐには現地に入れなかったが、1934年にヘディンは干上がってクルクダリアと呼ばれていた川、今ではクムダリア、砂の川と呼ばれるようになった川をヌーで下って満々と水をたたえたロプノールに到達し予言が正しかったことを自らの目で確かめることができた。ヘディンの唱えたさまよえる湖説というのは、 1600年あるいは1500年など一定の周期で湖が渡り鳥のように南北に移動を繰り返すということであると解説されることが多い。井上康氏も1958年に発表した小説ローランの中で1500年の周期をもって南北に移動する湖であるという推定が行われ、それが一つの動かすべからざる定説となったと述べているし、 1980年に放送された NHK 特集視力ロード支柱コレージマイナスの第五集ローラン王国を掘るでも同様の解説がなされていた。しかし、実はヘディンの説はそのようなものではないのである。確かに1901年にヘディンが予言したのはタリム川の水はいつかきっとロプノールに戻ってくる。 その時が来れば、湖が移動する周期の長さもわかるだろうということで、あるから、この時点では、周期はまだわからないものの、移動がほぼ一定の間隔で繰り返されると考えていたことは、間違いない。しかし、ヘデンが想定していた体積や侵食といった原動力によって、そのような気の変化が起きるまでには、何千年は、愚かな万年もかかると見ていたことが、 さまよえる湖の中にも記されており、遠い将来本当に予言の通りになったとしても、その時はもう予言した通りも、その著作もとっくに忘れられているとまで書いている。それなのに、その予言からわずか20年、ロプノールが干上がってからたった1600年ほどで、湖が元の場所に戻ってきたことを知ってからは、今回はたまたまおよそ1600年で起きたが、過去のことはわからないし、 未来も必ず同じ周期とは限らない。この次にどこへ移動するかも確たることは言えないというように考えが変わっていったことが同書の中にはっきりと書かれている。本文中に1600年周期などという言葉は一度として出てこない。つまり自身が想定した原動力だけでは説明が困難なほど短い期間で大きな変化が起きることを知ったヘディンが 同書の執筆時点で最終的に到達したさまよえる湖説は6ノールは必ずしも渡り鳥のように一定の周期で移動を繰り返すわけではなく文字通りさまよえる湖なのだということであり今始まった周期の長さについては一切の予断を控えるのが最良である。期限330年に川と湖がその川床を捨てる前に何百年の間ローランの近くにあったのか 私たちにはわからない。次の大きい周期もやはり1600年続くので、あろうか。中略この疑問に答えられるのは未来だけであると述べている。こうした主張が本文中に極めて率直かつ明瞭に述べられているにもかかわらず、1600年周期で移動を繰り返すというような誤解が蔓延した原因は、 ヘディンの著書が広く紹介される過程で、いつの間にか予言の中の周期という言葉と、今回はたまたま1600年だったという事実とが繋ぎ合わされて1600年周期という言葉が作れ、これが一人歩きしてしまったことによるのである。実際、岩波文庫版、さまよえる湖を見ると、翻訳者が役者跡書きにおいて、本文中には存在しない。 1600年周期という言葉を追ってヘディンの学説に対する誤った内容の解説をしている上本のカバーのキャッチコピーにまで1600年周期と印刷されているこうしたことが多くの読者に重大な誤解を与え誤った説がルーフされる結果につながったのであるしかし岩波文庫版が上司されたのは1990年である井上康氏の ローランは1958年であるから、1950年代には、すでに1600年周期節が定説となっていたわけで、岩波文庫版より、はるかに前のことになる。いつどこで最初に、このような誤解が発生したのか、これまでのところ確かなことはわかっていない。ちなみに、さまよえる湖は、白水舎版や角川文庫版なども出版されているが、 少なくともこの二つには1600年周期といった類の誤った内容の解説は見られない。ヘディンの気候文には他にもよく知られているものがあり、それらの中にもロプノールに言及している部分はあるが、いずれにも1600年周期といったような記述は一切存在しない。ロプノール周辺地域は1964年から核実験場として使われていた。このため、 1950年代から1960年代にかけて軍事上の立ち入り禁止区域となったが、ロップノールの故障が実験上となったことはない。1980年代に立ち入り禁止が解除された後、中国科学院新疆分院の研究員が調査のためにロップノールに入って行方不明になり、世間の注目を集めた。それ以降、学者やメディア、 観光客や探検者などが訪れるようになっている。ロプノールは復活後20世紀半ばまで水をたたいていたが2010年現在は干上がっており湖面は存在しない。この地域の乾燥化が進んだことやタリム川上流にダムが建設されたことなどが章の一因と考えられているが確かなことは分かっていない。中国科学院によると 1959年には存在が確認されていたが、1972年にはすでに消滅していた。ドーインは完全に干上がった時期を1962年と推定している。2004年にはドーインの現地調査によってロプノールの復活が報じられたが、1km ほどの小さな湖面に過ぎず、翌年には再び消滅した。現在は、 干上がった故障を循環する衝動235号線が付設されており、故障を訪れるツアーなども組まれている。湖の中心には多くの旅行者や探検家によって湖身到達を記念する石踏みが建てられており、Google の地図、航空写真でもその様子が過労じで確認できる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。